こんばんは。こんばんは、ハレリア。こんばんは。お元気でしょうか。お元気でしょうか、ハレリア。ヒカルさん、ハレリア。こんばんは。フリースクイズ、フリースクイズ、紫ですね。フリースクイズ、紫です。今日も勉強に来ました。アメン、アメン。ハレリア、当たった紫。当たった紫。こんばんは、皆さんお元気でしょうか。私たちは、毎晩のように会います。この伝道部屋はですね、伝道が目的ですが、しかし私たち、クリスチャンが集まるところです。イエス・キリストの名によって集まるのです。私たちはイエス・キリストの名前によって集まる。目が痛い、ごめんなさいね。ちょっとシャツの数が少ないのでですね、ちょっと小太郎さん、ハレルヤー。確かにこの縞模様はね、目がチカ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 すると思う。ごめんなさいね。髪乱れてる。ちょいちょい。霊的に言ってブラジルには勝てるんですか？サッカーの話知らないです。ですね、イエス・キリストの皆によって集まる。ね、第3ハレリア、アメン。私たちはイエス・キリストの名によって集まるのです。私たちはですね、暇だから集まるのではありません。私たちは時間つぶしではないのです。私たちは、この、小太郎さんありがとうございます。私たちは、その、集まることが、御心であり、私たちイエス・キリストを信じる者が集まるところに、神様がおられ、そして私たちは、この、私たちが集まるところにですね、神の栄光が表される、とても大事なことなんだということです。私たちはその神様のために集まるのだ、神様の栄光が表されるために集まるという、とても大事なことなんだ、クリスチャンが集まることはとても大事なんだ。クリスチャンが集まるところ、ね、大事。御言葉に、散らすものではなく集めるものになりなさい。散らすものではなくて集めるものになりなさい。イエス・キリストを信じる者を集める。イエス・キリストを信じる者を集める、それが大事なんだよということですね。イエス・キリストを信じる者を集める、これが私たち の、この使命というか仕事というか。ですから皆さん、伝道するということはですね、伝道するということはクリスチャンを集めるということですね。つまずかせるということは、このクリスチャンを散らすことなんですね。クリスチャンを散らしてはいけない。クリスチャンを集めなきゃいけないんだということですね。そういうことで、伝道部屋というのは、ニコ生で伝道して、イエス・キリストを信じる者を集めている。イエス・キリストを信じる者を集めている。まあ、これが伝道部屋ですね。そして、集まることによって、そこに神の栄光が現れるのです。イエス・キリストの弟子は、ね、イエス・キリストの弟子は神様が喜ばれるんです。ちょっと見てみましょうか。ヨハネ、ちょっと待ってくださいね。ヨハネの15かな。ここですね、15の8。ヨハネ15の8。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。クリスチャンがですね、クリスチャンが、生まれることによって、神の栄光が表される。クリスチャンが多くの良い実を結ぶことによって、神の栄光が表される。私たちが、ね、
イエス・キリストの弟子ということで、私たちがイエス・キリストの弟子ということが神の栄光なのです。人が救われることは神様の栄光なのです。悔い改めてイエス・キリストを信じる人がいることは神様の栄光なのです。私たちが信仰によって良い実を結ぶことは、良い実を結ぶということは良い行いをするということですが、良い行いをするならば信仰による良い行いです。肉の良い行いではありません。信仰による良い行い、それがですね、神様の栄光なのです。信仰による良い行い、これが神様の栄光なんですね。アメン、アメン。ですから私たちは、神様の御心を行う、神様の栄光を求める、それが私たちの人生なんだ。それが、私たちは求めているのです。欲望を求めているのではありません。お金を求めているのではありません。自分の栄光を求めているのではありません。私たちは神の栄光、神の御心を求めます。神の栄光、神の御心、イエス・キリストの名が崇められること、イエス・キリストの名前が崇められることを私たちは求めているのです。主が崇められること、主を誇られること、十字架が、賛美されること、イエス様の名前が賛美されること、これが私たちの目的なのです。これが私たちが求めることなのです。ぜひ皆さん、そのような思いを持ってしっかり信仰に立って歩むではないでしょうか。私たちは時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えて信仰によってしっかり立つならば、神様にあって役に立つものだと書いてあります。信仰がなければ神様を喜ばすことができない。私たちはその以前は役に立たないもの、以前は、虚しいものでした。意味のない生き方をしていました。しかし今イエス・キリストに会って神様を喜ばせるもの、神様に役に立つものになっているのです。ですから兄弟姉妹の皆さん、喜んでください。私たちは祝福されているのです。私たちは神の子として、成長しているのです。神様に養われて、神様に成長させられて、今本当に、神の国に向かって歩んでいるのです。兄弟姉妹の皆さん、落ち込んでいる方がいるかもしれません。苦しんでいる兄弟姉妹がいるかもしれませんが、ぜひ、信仰にあって祝福されてください。喜んでください。第3ハレルヤ、心を強くしてください。心を強くしてください。恐れないでください。心配しないでください。サタンの、ね、脅しに負けないでください。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、心配してはならない。私が共にいる。恐れてはならない。強くあれ、大きくあれ、強くあれ、大きくあれ、私が共にいる。皆さん、信仰というのは、恐れないことです。信仰というのは強くなることですね。肉が強いんじゃないですよ。信仰によって神の力で強くなる、ね、神の力で強くなることです。そして、しっかりと信仰に基づいて歩むのです。アメン、アメン。今日のですねテーマは、離婚再婚はいけないのという、ね、日本では今ですね2組に1組が、まあ、離婚という、離婚が多いわけですね。でそれに伴って再婚もあるんですが、聖書はどう言っているか、
聖書はどう言ってるかということですが、まあ、結論から言うと離婚はダメ、再婚はダメというのが聖書の教えなんですね。離婚がダメ、再婚がダメということですが、まあ、なぜダメなのかという理由がちゃんとありますね。理由があります。ですからぜひ、皆さんその理由をしっかり理解して、もう離婚しちゃったからダメとか再婚しちゃったらダメとかそういうことではないんですね。もう離婚しちゃった人は離婚しちゃった人で、それは悔い改めれば許されます。再婚しちゃった人は再婚しちゃった人で悔い改めれば、許されますが、しかし、神様の御心は、離婚してはいけない、再婚してはいけないというのが、神様の御心ですが、後ほど御言葉をちょっと読みますが、じゃあまず皆さんに質問しましょう、ね、これは何回か説明してきたので覚えている方は答えることができると思いますが、はい、テストです。聖書テストというか信仰テストというか、はい、皆さん、なぜ離婚再婚はいけないんですか。なぜ離婚再婚がいけないんですか。はい、皆さん、テストです。抜き打ちテスト。 DV を受けても離婚はダメなんですか。聖書的にはダメなんですね。不倫行だから、不倫行、子供が悲しむから、あ、聖書が決めたから、サタンが来るから、神様が決めた相手だから、あー、かなりいい線いってますね。夫婦になった時点で霊的に一つになるか、あー、それもピンポンですね。そうですね、決まりだから、性病の可能性があるから、イエス様と離れてはいけない、あ、ピンポン、これですね、これですね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。離婚はサタンと契約することと同じだから、そうですね、お互いに合意で離婚したんです。 DV があっても神の愛があれば耐えられると思います。あのね、 DV の場合はね、 DV の場合はちょっとこう危険があればね、もちろん離れてもいいんですよ。ただその離れてもいいけど、まあ、離婚はいけないということですね。まあ、DV でね、危険な時もあるでしょうから、そういう時はもちろん一時的に離れてもいいということですね。はい、それではですね、ありがとうございます。まあ、しょっちゅう言ってることですから、もう皆さん知ってると思いますが、まず結論から先に言っちゃいますが、結婚というのは、結婚というのは結局信仰を表しているんだということですね。信仰を表している、結婚というのは信仰を表している、つまり、人生の目的は結婚が目的ではないということですね。結婚というのは信仰を表している。これちょっと前にちょっとやりましたよね。多くの人は結婚が目的になっちゃってるのがあるんですが、結婚は目的ではありません。手段ですね、手段。一つは神様のために、神の栄光を表すための、一つの形ではあります。でも聖書では結婚しなきゃいけないことはないんですね。まあ、どっちかというと独身の方がベター、結婚よりも独身がベターだけど、結婚してはいけないということはありません。ですから結婚が人生の目的ではありません。独身であったとしても、
結婚だとしても神様のためですね。神様のために生きるということにおいては独身であろうと結婚であろうと同じなんだということですね。じゃあ結婚はどういう意味があるかというと、まあ、しょっちゅう話しますが、夫はイエス・キリストを表し、妻は、教会を表します。夫はキリストを表し、妻は教会を表します。夫は教会のために十字架にかかって死にます。つまり、自分のように妻を愛する。妻は教会です。教会は、イエス・キリストを信じます。つまり、結婚というのはキリストと教会の、一心同体を表すんですね。キリストと教会の一心同体、これが結婚の意味なんです。結婚の意味なんですね。結婚の意味ですから、離婚はダメというのは、ね、離婚ダメというのはイエス・キリストから離れちゃいけないということですね。イエス・キリストから離れちゃいけないね。ただ不貞の場合はいいって書いてありますから、浮気した場合にはしょうがないですね。浮気した場合には OK なんですが、不貞以外はダメという、まあ、つまり DV はダメということでしょうね。それから再婚というのは、まあ、離れる、これ良くないですね。離れて他の夫他の妻と結婚する、これは姦淫だと書いてあるんですね。姦淫というのは結局イエス様以外のものを信じるみたいなね。要するに偶像崇拝を表す、ですから再婚も禁じられているわけですね。ただ夫が死んだ場合、または妻が死んだ場合には、解放されていると書かれてますから、その夫とか妻が死んだ場合には再婚は OK です、ね、夫とか妻が死んだ場合には再婚が OK だけど、まあ、独身のままの方がベターとも書いてありますね、まあ、そういうわけで、離婚再婚がいけない理由は結婚というものがその信仰を表しているからだよということですね。はい、それではですね、聖書で本当にそう書いてあるかどうかちょっと見てみましょうね。聖書にそれが本当にそう書いてあるかどうかちょっと見てみますよ、ね。どっから読むかな。第一コリント7-8、第一コリント7-8ね。次に、結婚していない男とヤマメの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚してもいいのです。あ、結婚しなさい、結婚しなさい。情の燃えるより結婚する方が良いからです。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻を離別してはいけませんね。まず独身の男性はそのままの方がいいと書いてあるし、やもめも女性のやもめもそのままがいい。しかし、もし、我慢できなかったら結婚しなさいと。情が燃えるよりも結婚する方が良い。しかし結婚している人々は、イエス様は、妻を夫と別れてはいけない。もし別れたら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけませんね。離婚しちゃいけないということと再婚しちゃいけないということが両方平行的に書かれていますね。もう一箇所同じような箇所があるんですが、今度はイエス様の御言葉なんですけども、イエス様の御言葉はマタイ19ですね。マタイ19、
19の4からいきましょうか。3からいこうかな。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それいえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。ね、それから9節、誠にあなた方に告げます、誰でも不貞のためではなくその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです、ね。離婚して再婚したら姦淫を犯すと書いてありますね。それから6節によると、もはや2人ではなく1人だということですね。神が結び合わせたものを引き離してはなりません。神が結び合わせたものを引き離してはなりません。教会はキリストの体と言われていますね。そしてキリストは、教会の頭と書いてありますね。つまり頭と胴体ですね。頭が、イエスキリストであり、この体が教会です。で、首と体がつながっている、これが、信仰といった信仰でしょうか。つまり離婚というのはですね、こう体と首をこう離すようなね、首をちょんげるみたいな恐ろしいですね。この頭と頭とですね、体がこうくっついて一人の人間です。だから結婚というのは夫と妻が一心同体になって一人の人間になる、つまりキリストと教会が一人の人間になる、キリストと教会が一人の人間になる、首を切っちゃいけないよというね。神が結び合わせたものを引き離してはならない。離婚は、御心ではないんだということですね。旧約聖書だったから、私は離婚を憎む、私は離婚を憎むっていう御言葉もあります、旧約聖書にね。そういうわけで、結婚というのはすごく深い意味があるんだ。結婚というのはものすごく深い意味があるんだ。世の中の結婚という概念と、イエス様がおっしゃってる結婚という概念が大きな違いがあるんだ。離婚再婚がいけない理由分かりましたか。離婚再婚がいけない理由が分かりましたか。はい、私たちは結婚生活を通して、結婚というものを通して神の栄光を表すわけですね。神の栄光を表す。ですから私たちは、もう一つね、ちょっと説明したいのは、イスラエル、ね、イスラエルと神様の関係、ある意味ではですね、神様はイスラエルと結婚したと言ってもいいかもしれませんね。旧約っていうのは、旧約、古い契約で、契約が結婚というものを表すとすれば、イスラエルは神様と契約して、いたわけです。結婚も契約ですよね。そしてところがイスラエルは、神を裏切ったわけですね。裏切った、偶像崇拝する、イスラエルはイエス様を十字架につけたということにおいても裏切った、偶像崇拝したということにも裏切った。つまり、神様とイスラエルの結婚生活は破綻したわけですね。破綻した。しかしイエス様はイスラエルを見捨てましたか。神様はイスラエルを見捨てましたか。いいえ、この今に至るまで、ね、イスラエルが
神様を裏切っても、神様は今もイスラエルを愛してる、ね、破綻した結婚かもしれない、破綻した結婚かもしれないけど、神様は今もイスラエルを愛してる。これがですね、神様の御心なんですね。御心。そして、そしてですね、あノイズがある、ノイズありますか。そして、その終わりの時代、終わりの時代にですね、終わりの時代にそのイスラエルはもう一度神のとこに戻ります。つまり、破綻した結婚かもしれないけど、その妻であるイスラエルが、妻であるイスラエルがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じてもう一度ですね、その結婚が回復する。これが御心なんです。これが御心なんです。だからアリトルさん、ハレルヤ、アーメン。ですから、神様は、神様ご自身が離婚してないんだということですね。神様ご自身は、ね、破綻した結婚かもしれないけど、イスラエルが裏切っても、イスラエルが裏切っても神様は離婚しないんだ。神様は、最後の最後までイスラエルを愛してるんだ。だから神様自身が、ね、離婚を憎むと言ってる神様が離婚しないんです。イスラエルと離婚しないんです。イスラエルが神様に立ち返るまで、イスラエルが神様に立ち返るまで神様は離婚しないのです。それは、神の愛が変わらない愛だからですね。人間の愛はコロ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 変わりますが、神の愛は変わらないんです。神の愛は変わらない。だから神様はイスラエルを見捨てないのです。イスラエルが、ね、神様に立ち返るまで愛し続けるのです。これが神の愛なのです。これが神の愛なのです。これが神の愛なのです。あ、コミ作ってリレーで配信してもいいですか。いいですよ、リトルさん、リレー配信してください。じゃあもしあのコミ分かったら後で貼ってみてください。第3、アメン。イエス様は一匹の羊を探します。アメン。ですから私たちはその神様の変わらない愛を知っていますから、私たちは、イスラエルのために祈るのは、イスラエルのために祈るのは、その神様とイスラエルの、まあ、結婚生活が回復するのを、回復するのを祈るということですね。イスラエルが、神様に立ち返るのを祈る、これがイスラエルのために祈る意味なんです。イスラエルのために祈る意味は、神様とイスラエルの結婚生活が回復するために祈るのです。神様は決して離婚しないのです。神様は決してイスラエルと離婚しないのです。そしてイエス様は新しい契約をしました。旧約の契約は神とイスラエル人のユダヤ人の結婚です。イエス様の結婚はイエス様と全人類、イエス様と全人類の結婚なんです。つまりクリスチャンは、クリスチャンはイエス様と結婚したことになるのです。その聖餐式の時に契約をしますね。イエス様と契約します。これはイエス様と結婚するということなんですね。クリスチャンは、クリスチャンは、花嫁なんですね。キリストの花嫁、キリストの花嫁です。から私たちはイエス・キリストを捨ててはいけません。イエス様と離婚してはいけません。他の神と再婚してはいけないのです。私たちはイエス・キリストだけを愛する、ね、イエス・キリストだけに純潔を守ります。イエス・キリストだけに、ね、純潔を守ります。ぜひ皆さん、結婚というのはまさに信仰を表すんだよ。結婚というのは信仰を表すんだよ。第3、花嫁の声を聞いて喜びます。 花嫁は花婿の声を聞いて喜びます。再臨というのは
花婿が花嫁を迎えに来ることです。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストは花婿として花嫁である教会に迎えに来るためにもうすぐ来られます。イエス・キリストはもうすぐ来られます。花婿として来られます。花嫁と結婚するために来られます。ですから私たちは今花嫁修行をしているのです。花嫁修行をして花婿を迎える準備をしているのです。兄弟姉妹の皆さん、身も心も清く保ち、身も心も清く保ち、本当の花婿であるイエス・キリストを信仰で迎えようではないでしょうか。イエス様を綺麗な心、純粋な心で待ち望むのではないでしょうか。主は近いのです。主は近いのです。イエス様はもうすぐ来られるのです。私たちは花嫁として、神の花嫁として花婿を迎えようではないでしょうか。もうすぐ来られます。もうすぐ来られます。もうすぐ花婿が来られます。アメン、アメン。英語ですね。英語は、マルコの3の35。皆さん英語好きになったみたいですね。いいですね。 Whoever does God's will is my brother and sister and mother. Whoever does God's will is my brother and sister and mother. これはですね、イエス様の母であるマリアと兄弟が迎えに来たんですが、イエス様は私の母とは誰ですか、ここに私の母と兄弟たちがいますと言って、イエス様は弟子たちに向かって、私の母と兄弟ですと言ったんですね。そして私の、神の御心を行う者が神の御心を行う者が私の、兄弟です、また母ですと言ったんですね。その神の御心を行うっていうのが、イエス様の弟子となるということですね。イエス・キリストを信じてイエス・キリストの弟子となることが、それが神の御心を行うということですが、それがイエス様の兄弟姉妹であり母だということですね。この God's will が神の御心です。 God's will、 これが神の御心という言葉なんですが、 Whoever、 これ誰でもということですね。 Whoever does God's willis my brother and sister and mother. Whoever does God's will is my brother and sister and mother. 皆さん、肉の家族が本当の家族ではないのです。神の家族、イエス・キリストを信じる家族が本当の家族なのです、ね。神様の御心を行う者が神の家族なのです。神の御心とはイエス・キリストを信じて弟子となること、イエス・キリストを信じて弟子となることが神の御心なのです。イエス様の弟子が神の家族、兄弟姉妹なのです。ですから皆さんはイエス・キリストを信じているではないでしょうか。私たちは兄弟姉妹なのです。私たちは兄弟姉妹であり神の家族なのです。私たちは神の家族なのです。私たちは本当の神の家族なのです。本当の家族なのですね。はい、それでは証し行きましょうね。証し、アメン、家族です。アメン、神の愛が本当の愛です。アメン。それではですね、離婚再婚がいけないことが分かった証し、離婚再婚がいけないことが分かった証し、結婚の意味が分かった証し、スタート、スタート。ああ、結婚とはこういう意味なんだということが分かった証し。今日の話を聞いて離婚届を捨てました。アメン。 LTL に行ってみんなが家族だと感じました。アメン。妻の浮気を許せるようになりました。今日の放送で麻生家のような家族を築きたいと思いました。
ノンクリスチャンの結婚は人生の墓場だと分かりました。アメン。アメン。離婚した母に、親に復縁を迫りました。教会と結婚することが大事だと分かりました。離婚届には悪魔がついています。信仰結婚すれば離婚はしないと思った。両親が離婚してまた再婚した。それは OK です。OK です。信仰を深めることによって離婚を回避できると分かりました。アメン。妻がカルトにはまっていますが、カリスマ派になるように言いました。この放送を聞いて書いた離婚届をヤギさんに食べさせました。食べますよ。信仰による家庭を建設したいです。聖霊様に感謝します。イエス様と離婚したくありません。アメン。信仰こそ大事です。母親が DV を理由に離婚した、しました。許せません。許してあげてください。この放送を見て、霊的家族計画をしようと思いました。DV されてるけど離婚しません。ハレルヤ。軽い気持ちで結婚しちゃいけないと分かりました。信仰結婚は油注ぎがありそうです。DV はイエス様の試練だと分かりました。5回目の再婚ですが、離婚しないと決めました。アメン。結婚は慎重になった方がいいの？はい、慎重になってください。そして信仰結婚してください。できちゃった結婚。できちゃった結婚も、その信仰結婚に すれば大丈夫ですね。信仰結婚にすれば大丈夫です。イスラエルという妻を見捨てない神様の愛を知りました。アメン。イエス様と結婚することに決めました。アメン。離婚した祖母が仏教徒だったのを思い出しました。LTL 結婚式できますか？信仰結婚ならできますよ。信仰結婚なら日本も韓国と離婚してはいけないことが分かりました。ハレルヤ、アメン。DV に耐えて死んでしまったら救助祈ってください。はい。コミ作りました。コミ貼ってくだされば。あ、これはリトルさんの、あれですね、コミですね。皆さん、リレーしますので、後で見てください。Qさんの放送を見たら、嫁を殴らなくなった。失礼。殴らなくなった。よかったですね。イエス様と結婚できて幸せです。今日の放送を見て、すべての出来事が信仰を表すと感じました。アメン。その通りですよ。その通りです。おとといまで DV してた自分を許そうと思います。相手の人に謝罪してください。ごめんなさいって謝ってくださいね。二次元の嫁二次元の嫁は捨ててください。イエス様ありがとう。キューちゃんの放送を見て AV 見なくなりました。ハレルヤ。結婚は、愛し合い続けるという素晴らしい神の御業だと思いました。アメン。アメン。
離婚しそうなので最初から結婚しないと決めました。この世の結婚より天国でイエス様と結婚することが大切だと分かった。アメン、アメン。Qちゃん放送、家族から反対されてましたが、今では全員で見ています。アメン。結婚は絶対にしなくてはダメですか？いや、しなくていいんです。独身のがベタ、独身のがいいと書いてあります。イエス様の愛を知ったら相手にも同じ愛で接しようと思います。キーちゃん放送がニコ生で最も油注ぎがあると分かりました。アメン。キャバクラ通ってたことを妻に謝罪しようと思います。アメン。一生 DT でいようと思いました。それはベターです、ベターですね。結婚しちゃいけなくはないですが、DT がベターです。聖餐式は霊的結婚式ですか？そうですね、まあ、洗礼の方が結婚式なんですが、まあ、聖餐式は契約を覚えるということですね。うちの家族全員がクリスチャン、毎日幸せです。毎日は見られませんが月曜日は必ず、見ています。ニートで DT なのですが、離婚せずに良かったと思いました。アメン。死別した妻と天国で会いたいです。アメン。清い体のまま天国に行こうと思いました。アメン。そう、イエス様、まあ、イエス様も独身がいいようなことを書いてありますね。神父はみんな DT なんですか？神父、カトリックの神父は結婚してないんですね。クリスチャン同士の結婚が増えることを祈ります。アメン、アメン。結婚は人生の墓場なら信仰は人生の何なんですか？信仰結婚は人生の天国ですよ。信仰結婚は人生の天国ですが、信仰結婚じゃない結婚は人生の墓場ですね。独身でも天国で結婚できますか？イエス様と結婚できます。イエス様とね。 AV とタバコと酒は悪いものだと分かりました。サタンのツールです。サタンのツールですね。サタンの、誘惑です。キーちゃん牧師さん、こんばんは、こんばんは。ニートこそ天国へ通じる道を歩んでると思いました。アメン。セフレやめようと思いました。やめましょう。聖書は神様からのラブレターです。天国で子供を産むことはできますか？天国ではね、なんか結婚はないと書いてあるので子供を産むことはないんじゃないかなと思います。油注ぎが一番気持ちがいいです。アメン。非信仰結婚で結婚後にクリスチャンになるのは OK ですか？その結婚前にクリスチャンに なった方がいいですね。結婚後はですね、クリスチャンになるかどうかわからないので、クリスチャンになって信仰がある程度強くなるまで待ってから結婚した方がいいですね。この放送で禁酒が続いています。最近人間の罪の現実と自分の愛のなさや罪を思わされています。キューちゃんの教会で洗礼を受けることできます、できますか？できますよ、できますよ。リアルの教会で洗礼を受けたい方はスカイプで教えてください。ネットでも洗礼を受けれますので、
ネットで宣伝受けたい方もスカイプで連絡ください。村長にこの放送を進めたところ毎日見てると言ってくれました。ありがとうございます。それではありがとうございます。キューちゃん体は大丈夫ですか？はい、元気です。はい、皆さん、証ありがとうございました。証ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。はい、それじゃあですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきます。はい、ですね、ファイナルメッセージ、はい、皆さん本当にですね、今社会がいろんなことで混乱していますね。結婚もうまくいきませんね。家庭もうまくいきません。人間関係がうまくいかない。それにはそれなりの理由があるんだということですね。理由がある。それで、私たちは、はい、私たちはまずですね、なぜ人生がうまくいかないのか、なぜ結婚がうまくいかないのか、それは、そうですか。はい、今ですね、悪魔のキューピーさんがコメントをくれてるんですが、読んでいいのかな。ちょっと読んでいいかどうか聞いてみましょうね。はい、私たちは本当に人生とは何か、結婚とは何か、そういうことをしっかり理解することが大事です。そして、なぜ結婚がうまくいかないのか、そこには本当に罪という問題があって、まさに、結婚というのは愛し合うモデルなんですが、しかしそれは愛がなかったら愛し合うことができないので、そして愛し合うことができない結婚はまさに最悪な結婚になるんだということですね。まさに結婚がうまくいかないのはまさにその罪の、それでこれ読んでよろしいんでしょうかね。はい、キピさんが、チャットくださってるんですね。放送を拝聴させていただいております。罪を悔いるために毎日祈りを捧げております。アメン。しかしながら罪を感じます。どのように悔い改めばいいでしょうか。ですね、キピさんね、とても素晴らしいと思いますね。悔い改めてることは素晴らしい。そしてですね、キピさんのためにキューピーさんのためにイエス・キリストは死んでくれたのということを信じてください。キューピーさん、イエス・キリストを信じますか？
イエス・キリストを信じますか？イエス・キリストが罪を許してくれたと信じ、アメン、信じます、アメン。そしたらですね、十字架で罪が許されたと信じることですね。キューピーさんの罪が許された、イエス・キリストを信じたので、自分の罪は許されたと信じることです。ですから死ぬことはありません。自分の罪のためにもう死ぬことはないのです。イエス・キリストが許してくれたということで、自分が許されたということを信じることです。信じても罪は消えない、信じても罪は消えないのではなくて、信じることによって消えるんだということを信じるんです。そのために十字架があるんだ、そのためにイエス・キリストは死んだということで、ですから消えることを信じるのです。罪が許されたと信じるのですね。ですから、イエス様に感謝してください。もちろん、それも大丈夫です。その罪も許されます。その罪も許されますから、信じることです。許されたと信じることですね。そして、感謝することです。イエス様に感謝することですね。本当に許されます。本当に許されます。はい、それではですね、はい、そうですね、イエス・キリストを信じて、許されたと信じてください。そしてイエス様の教えを学んで、これからは、そのクリスチャンとして歩んでください。そしてイエス・キリストの教えを守ってね、そしてこの放送を見て教えを学んでください。そして大事なことはですね、許されたと信じることです。罪が全部許された、十字架によって全部許されたと信じることですね。はい、それじゃあファイナルメッセージいきます。皆さん、そういうわけで、その結婚はしなきゃいけないことではありませんが、その間違った結婚をしてはいけないということですね。神様の栄光を表す結婚でなきゃいけない。しかし大事なのは結婚が全てではありません。私たちは、独身であろうと結婚であろうと神様のために生きるということですね。神様のために生きる、これが大事なポイントです。離婚した人も、ね、再婚した人も罪が許されますから、それを悔い改めて、ああ離婚はいけなかったのか、再婚はいけなかったのか、でもその罪も許されますから、これからは離婚しない、これからは再婚しないと悔い改めてください。その罪も許されます、その罪も許されます。それではですね、あ、チタさんの意味を守ってください。イエス様、アメン。それではですね、皆さん、結婚というのは、キリストと教会の関係を表すんだということで、大事なことは信仰が大事なんだよということですね。イエス・キリストに対して本当に正しく生きる、イエス様だけを信じて生きる、イエス様から離れてはいけない、偶像崇拝してはいけない、イエス様だけを愛する、イエス様だけを愛する、ね、心を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、夫であるイエス・キリストのためだけに生きるんだ、これが信仰です。これが人生です。これが人間にとってとても大事なことなんです。人間にとって何が大事なんですか？夫であるイエス・キリストだけを愛するということです。心を尽くして愛する、純粋に愛する、ね、浮気をしない、夫に対して、ね、逆らわない、そのイエス・キリストに従順に従う、そしてイエス様が本当に愛してくださるということを信じることです。それでは、招きをしましょう。招きをしましょう。はい、それではですね、今日の、その離婚再婚についての教えの中で、本当にこれから正しく生きたい、キューピーさん、今月
以内にお伺いさせていただきます。あ、そうですか。じゃあぜひ来てください。来てください。まあ、少し来る前にちょっと連絡してから来てくださいね。来る前に連絡してきてくださいね。はい、それではですね、悔い改めてイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、これから本当に、素晴らしい人生を送りたい人、今日人生祝福される人生を送りたい人、アメンと言ってください。間違った生き方ではなくて、正しい生き方をしよう、正しい生き方をしよう、神様に喜ばれる生き方をしようと悔い改める人、アメンアメンアメン。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従って正しい生き方をしたい人、アメン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 。天のお父様、感謝します。天のお父様、感謝します。以前は結婚とは何か分かりませんでした。人生とは何か分かりませんでした。人間とは何かが分かりませんでした。どのように生きるかも分かりませんでした。人を愛するということができないで、罪の中で苦しんでいました。人を許すこともできない、人を愛することもできない、そのような本当に虚しい生き方でしたけれども、お酒に頼ったり、タバコに頼ったり、ギャンブルに頼ったり、良くないことに頼って心を紛らわしてましたけど、それは、あなたから遠く離れ、あなたを知らないからだということが分かりました。しかし、今私たちはイエス・キリストを知る者になりました。イエス・キリストを知ることによって、受け入れることによって、信じることによって、イエス様から愛されることによって、イエス様から愛されることによって、私たちは、新しい人生を送れるようになりました。イエス様と共に歩む人生、イエス様との結婚生活、イエス様との結婚生活が本当の人生、満たされる人生、愛される人生だということが分かりました。どうぞ今アーメンと言った方々の、イエス・キリストを信じましたから、彼らの罪を許してください。彼らの罪を許してください。彼らの罪を許してください。十字架によって、イエス・キリストの血潮によって許してください。そして罪が許されて、重荷がなくなって、解放されて、喜びが注がれますように、解放が注がれますように、平安が注がれますように、罪のない平安、許された喜び、祝福された喜びで満たされますように、アーメンと言った方々が満たされますように、満たされますように、満たされますように。結婚生活がうまくいってない方々は、どうぞ彼らの結婚生活を祝福してください。愛し合うことができる結婚生活になりますように。どうぞイエス様、彼らの結婚生活を祝福してください。祝福してください。そしてイエス様、どうぞ、愛し合う信仰結婚ができるように、信仰結婚ができるように、彼らの結婚を祝福してください。感謝します。イエス様、感謝します。日本は多くの離婚を経験し、傷ついている人がたくさんいます。離婚によって傷つき、結婚によって傷ついている人がたくさんいますが、どうぞあなたが慰めてください。彼らの心を慰めてください。許し合うことができますように、許し合うことができますように、離婚によって傷ついた人たちの心を癒してください。癒してください。あなたの愛で癒してください。慰めてください。結婚で傷ついた人たちを慰めてください。癒してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さんありがとうございました。今日来てくださってありがとうございます。おやすみなさい。シャローンシャローン。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン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 。